本番のピット離れでは4号艇ブス島誠勢いよく出ていきまして、一つ内側のコースを主張していきました。従いましてセンター勢定番が入れ替わりそうです。現在バック側内側から1、2、4、3、5、6で待機行動を進めています。 G2 第6回全国ボートレース甲子園4日目予選最終日、続いては第5レース予選競争です。インコースには1号艇千葉の石畑哲平が向かっていきそうです。そして2コースには2号艇香川の重成和人、重成はここまでシリーズ2勝を挙げていまして、2走10点が勝負がけの条件となっていきそうです。そして本番ではピット離れよく飛び出していきました。4号艇群馬のブス島誠がどうやら3コース回りということになっていきそう。現在準優安全圏、得点率は暫定トップ、オール連帯キープ中です。ドリーム戦ぶりに峰竜太選手との直接対決も後半戦では待っています。ブス島残る3艇後方に下げました。角位置を取ったのは3号艇秋田高橋直也が4コース、5コースは5号艇福島の中田竜太、2走16点条件ですが、このレースから新ペラです。大外6コース6号艇兵庫の吉川元博、一着条件を前にしてセット交換を施してきました。インコースから1番2番4番ダッシュ3番5番6番スタートしました。ダッシュ勢わずかに部外スタート、4番ブス島まで0台前半まで踏み込んだか、まずは1マーク4番ブス島が1番2番を叩いていく。まくり出してくるのは3番高橋、左右からは5番の中田龍太切り込んできますが、バックに入って4番ブス島誠がわずかに前か、2艇身差、2番手は3番の高橋、あとは3番手横に広がりました。6番吉川、5番中田、間からは2番の重成、スタートは正常でした。2マーク4番ブス島誠先頭クリア、2番手は3番の高橋直也、3番手争いは6番吉川が先に待った、1番石畑、そして2番重成切り込んでくる、外握ったのは5番中田龍太です。2周の1マークへと向かう確定ですが、4番のブス島誠が先頭です。2番手3番の高橋直也、3番手争いは内側から2番の重成和人を追っつける、かわしていった6番の吉川元博、内側差し込んでくる5番の中田龍太、3番手は6番の吉川元博です。4番手から2番の重成、あとは5番の中田、最後方ラスト1番の石畑が続きます。確定これから2周の第2ターンマーク、4番のブス島誠が先頭で向かいます。2番手は3番の高橋直也、3番手は6番の吉川元博が続く、握り込んでくる2番の重成和人、3、4番手の定冠を詰めに来ますが、現在4番手上位体系4番3番6番で最終周回へと入っています。本番では3コース戦、少しスリップ劣勢だったうちの2艇を一気に叩いてまくっていきました。4番ブス島誠が先頭でバック側へと船を返します。2番手は3番の高橋直也、3番手は6番の吉川元博が続く、上位体系4番3番6番です。単連単の436ですが 361.5 倍、大きな配当となっていきそう。最終ターンマーク4番ブス島誠がシリーズ3勝目と向かいます。2番手3番高橋、3番手は6番の吉川が続く、第5レーサーまもなくのゴールです。4番ブス島五輪、3番高橋五輪、6番吉川五輪、2番重成、5番中田、1番石畑五輪です。5レースのヒーローインタビューは群馬県代表ブス島誠選手です。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。いや、ナイス盗塁から、ナイス盗塁ですね。盗塁して自分で打ち行ったっすね、また、はい、戻って、ね、素晴らしかったです。ではね、レース映像を見ながら振り返っていきたいと思いますが、進入1フタ4ダッシュ356、ブス島選手本番は3コースになりました。スローになりましたけども、はい、スタートはどうでしたかね。いや、もうめちゃくちゃ難しかったっすね。惜しい位置を遅らせて、でも握り込みは一緒で遅れないようにいって、はい、でかなり様子見ながら。あ、そうなんですね、はい、ただ0台後半あたりの、ね、そうですね、そんな感じでしたね、はい、早かったです、はい、さあ、そして一気にまくっていったんですけれども、そんな中でのまくっていった感触、うん、今日はどうですか。いや、戻りがね、やっぱり追い風の分悪いかなっていう感じですね。あ、まあ、船足というよりも風の分かなという、はい、そうですね、風の分寄りすぎたのと、うん、だと思いたいです。あ、そうですか、はい、ちょっと今日コンディション的に気圧が若干上がったじゃないですか、うん、そうですね、はい、調整というのは今日はどうされたんですか。微調整して回転少し抑えていったんですけど、うん、はい、もう少し抑えれる余地あるのかなと思います僕は。はい、そうですか。後半カードは12レース1号艇ということになるんですが、はい、ここに向けての調整は、まあ、プロペラ少しやるぐらいで、うん、はい、はい、現状手元計算によると 9.60 ということで、はい、ダントツのトップにおりますけども、はい、2連覇じゃないですね、2度目の栄冠、うん、はい、見えてきますかね。まだ3日残ってるので、はいはい、そんな簡単なもんじゃないので、はいはい、引き締めていきたいと思います。わかりました、はい。
では最後にファンの皆様に一言お願いいたします。はい、また精一杯頑張ります。5レース勝ちましたのは武須島誠選手でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。第5レース予選の競争成績です。1着4番武須島誠、2着3番高橋直也、3着6番